Next, we have Mr. Sami Narainen from Yagex Game Studio, who'll be talking on improving the image of Japanese work life. Thank you very much. こんにちは。Jagex というゲーム会社に勤めているサミと申します。本日は日本の働く文化に対するイメージを改善することについてお話させていただきます。僕は日本で働いたことがなく、日本に住んだこともありません。仕事はプログラマーとしてゲームの開発をしています。仕事で日本語を話すこともありません。日本語を学ぼうと思ったきっかけは、仕事とは全く関係ないのことを趣味にしたかったからです。これまでに日本語を学校で勉強したことはありません。自分なりに本を読んだり、友達とお話をしたり、楽しみながら学んできました。また、日本の文化や伝統についての授業を受けたことも一切ありません。なので実際に日本での生活を体験したことのない僕には、日本の働く文化についてはイメージしかありません。そして経験もないのに、今日このスピーチのテーマを、日本の働く文化にしました。でもやはりイメージは大事だからです。なぜならイメージの悪いものにわざと近づこうとしないからです。僕も日本で働いてみたいなと思ったことがあるのですが、結局、どうしてもその日本の働く文化のイメージが邪魔をして心配になり、結局挑戦できませんでした。僕は4年間日本語を勉強していて、その長い間にいろんな日本人の意見を聞きました。9割は仕事に対して疲れたなとか大変だよとかとよく言います。仕事は簡単なものだと思っていないのですが、やはり毎日疲れるほどの必要はありません。そして僕のイギリス人の同僚も日本の働く文化のイメージは悪いと言っています。実際に昨日も言ってました。はい。なぜなら過労死、ブラック企業といった言葉は英語では使われていない表現だからこそ、日本からそんなニュースが流れてくるとやはりショックを受けます。それが日本のイメージを悪くする原因の一つになります。しかし実は僕が勤めているゲーム会社でもそういったブラックな歴史を持っています。もうさすがに今はもうだいぶ良くなりましたが、昔はひどかったらしいです。例えば仕事の締め切りがあんまりにも非現実的で、毎日残業していた同僚がいたと聞いたことがあります。そんな歴史があるから、僕の勤めているゲーム会社で働きたいと希望する人がだいぶ減ってしまいました。今では CEO が変わり、残業などがほとんどありません。残業しても別の日で休めばいいという、残業した分を別の日で休めばいいという考え方に変わりました。それは働く時間より結果の方が大事だからです。そのおかげで去年の利益が一番良かったです。やはりこれは今の CEO による職場環境の改革で生産性が上がったからじゃないかと僕はそう思います。そして新入社員も多くなり、イメージがだいぶ良くなったと分かりました。だから改善するメリットを実感できました。イメージを良くするにはやはり本格的な改革が必要です。有効です。だから日本の組織も改善する努力をすべきでしょう。そして僕の経験から、会社に有益ってあると同時に、個人的にも残業とかがないおかげで日本語を勉強する時間ができました。もし仕事が終わって帰ってきて疲れていたら、
日本語を勉強する余裕が絶対になかったです。日本語を勉強したおかげで僕はより社交的になり、いろんな経験ができました。例えば僕は今まで公共の場で英語でもスピーチをしたことはありません。しかし今日は皆さんの前で日本語でスピーチをしています。またゲームの開発する上で日本語をモチーフとして使うことがあるのですが、僕だけがその意味を理解することができ、会社の役に立っていると感じました。僕の意見として、日本の労働環境はイギリスより劣っているかもしれないと思います。しかしだからこそ多少の改善で従業員をより克服にすることができると思います。もし日本の労働環境が改善されれば、僕はぜひ日本で働きたいと考えています。おそらく僕だけではなく多くの人も同意するはずです。そして日本にとっても利益をもたらすと思います。会社の労働環境が改善されたおかげで新しい趣味を見つけることができ、会社に感謝しています。感謝しているからこそ毎日精一杯頑張ることができます。組織が従業員をより大事に扱うことで生活の質が向上し、よりいい職場環境を作れると思います。はい、期待しています。以上です。本日は僕の経験をもとに、なぜ日本の働く文化を改善すべきかお話させていただきました。ご清聴ありがとうございました。サミさん、ありがとうございました。私も I agree with you です。はい、パブのそばに会社があるんですけど、水曜日お昼が過ぎても飲んでる人がいる。木曜日いますね、かなりいる。金曜日もう誰も働いてないぐらいパブにいるっていう状況を見て羨ましいなっていつも思ってます。実は僕の職場でもパブがあります。はい、日本語とても上手なんですけども、ご自分で勉強されてる？はい、全部自分で勉強しました。学校とかで勉強してなくて、はい、やはりそのおかげでも自分のペースで勉強できたと思います。もし授業とかを受けたらね、いろんなレベルがあって、もしかして自分のレベルと合わない場合とかはあるかもしれないから、自分で勉強した方が、僕にとっていいかなと思っています。なぜ日本語だったんですか？さっき言ったんですけど、やはり仕事とは全く関係ないことを勉強したくて、そうですね、でも日本語ってやはりそうですね、音楽とか結構前、子供の頃から聞いていて、なんかすごい綺麗な言語だと思って、なんか自分でもその綺麗な言葉を出したいなと思って、歌詞になれないと思うんですが、はい。で、日本語を今かなりねお話できて、ここでスピーチコンテストで話すことまでできて、どんな感じですか？いい、もっともスピーチですか？日本語を勉強されて、はい、感覚的にはすごいハッピー。いや、ハッピーです。すごいハッピーです。こんな経験できると思わなかったんでそうですね。そしてちょっと自信つけたと思います。日本に行くまで、日本に行く前まで一人でどこかに行ったことはないんですが、去年一人で日本に行ってちょっと旅行とかをしたんですけど、じゃあ日本語を勉強しなかったら多分そうしないと思います。はい、日本って治安がいいからそれもあるかもしれないんですが、はい、じゃあ日本のね、労働環境が変わって日本で働ける日がすぐ来るとは思いますので。本当ですか？はい、そうだと嬉しいです。I hope so です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、
JAGEX はい、これ日本の会社ですか？いや、全部全体的にイギリスの会社です。まあ、今中国の会社に買収されてるんですが、はい、まあ大体イギリスの会社です。それでサミーさんの役割はそのプログラムを作る。はい、プログラマーとしてゲームエンジンを作っています。結構専門的な話なんですけど、はい。で、日本語が時々役に立つと言いましたけども、はい。あ、それはまあたまにゲーム内でモチーフとして日本語を使うことがあるのですが。たまにね、その漢字とかというのはかっこいいから使おうという、まあ、ことがあるのですが、やはりそのイメージを理解しないで適当に漢字とかを選んでゲームに出すと、まあ、失礼な漢字とかあるかもしれないから、ちょっと確認して、まあ、大丈夫だよって言って、はい、ゲームに入ったんです。このイギリスの会社も昔は条件が悪かったっていう、はい、そうです。そういうことですか？はい、そうです、まあ、僕が勤めていたところじゃなかったんですけど、僕が会社に入ったところにもうだいぶ良くなったから、実際に体験したことはないのですが、同僚からいろんな、まあ、毎日ぐらいその話を聞いて、まあ、改善するメリットが本当にあるなと思っていました、はい。サミさんにとって現在、はい、正直に言って日本のイメージまだ悪いですか？まあ、まあ実際に登録してると思います。もういろんな法律とかはできてるんで、働く時間を短くしようという法律とかはあるんですが、やはり法律だけで改善できると思ってないんですね。やはり会社それぞれ個性があるから、全部を見て法律作って規制すると、まあ落ちたりする会社もあるかもしれないんですね。だから、まあ、僕の会社みたいに CEO が変わればいいかもしれないけど、まあ、そういうことは簡単じゃないんですから。実際に日本に行って、はい、職場に入って体験してイメージを確かめるっていう気はないんですかね？いや、そういう気はあるんですね、はい。実は、まあ、日本の会社全体的に悪いと思ってないんですよ。さすがに、まあ、いい会社もあって、いろんな人から意見を聞いたんで、その1割がすごいいい会社というから、まあ、できればそういう会社にちょっと入っちゃっていいかなと思っています。まあ、今は今の会社が好きなんで、もしボスが聞いてると、そういうの普通なんです、はい。でもまあそうですね。JAGEX の日本支部を作ったらどうですか？あ、もう一度言って、あ、それは実はあとボスに聞いたんですけど、聞いたら、まあ、毎日残業するよって言われて、はい、だから、はい、まあ、分かりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。